はい、どうもこんにちは、染島です。今回お話しするテーマは寛骨脱退です。長く創作に関わる人以外だと聞き慣れない言葉かもしれないですけれども、これは簡単に言えば古くから伝わる創作のセオリーです。現代でもストーリーラインを考える際には有効な手段となりますので、ぜひ覚えておいてください。というわけで今回はまず寛骨脱退とは何かという話から、次に小説の構想を練る上での扱い方というものを解説していきます。では、最初まず寛骨脱退とはということで、どういう意味なのか、辞書で引くとこのように書かれていますということで、もうすでに画面には出ているんですが、こちら読んでいきます。寛骨脱退、個人の私文の表現や発想などを元にしながら、これに相違を加えて自分独自の作品とすること、他人の私文また表現や着想などをうまく取り入れて自分のものを作り出すこと、骨を取り替え胎盤を奪い取って自分のものとするイカラということで、この説明文からもなんとなくわかるかと思うんですけども、寛骨脱退という四字熟語は古くは中国の漢詩の世界から生まれた言葉です。もともとは12世紀の孔定賢という詩人が唱えた作詞の技法になりますけれども、これは小説でも応用することが可能です。小説風に例えるのであれば、物語の骨格となるストーリーラインは既存の作品を参考に肉付けの部分を変えてオリジナリティを出す方法と言い換えるとよりしっくりくるかもしれません。では実際に例を出せば分かりやすいと思うので、桃太郎を例にして寛骨脱退してみます。まず桃太郎の大まかなストーリーラインは、昔桃太郎は仲間の犬キジ猿を引き連れて鬼ヶ島へ鬼を退治しに行ったという流れになります。ではこの物語の骨格部分を抜き出していきますと、昔主人公が仲間を引き連れて悪の本拠地へ敵を退治しに行った、こんな形になります。さらにこの骨格を元に新たな肉付けを加えていきますと、新暦1405年、勇者は仲間の戦士魔法使い僧侶を引き連れて魔王の城へ魔王を退治しに行った、このように寛骨脱退によって桃太郎は王道異世界ファンタジーに様変わりしました。寛骨脱退の流れはこれでつかめたかとは思うんですが、実際にやってみようとすると最初からノーヒントでは意外と難しいです。なので寛骨脱退のコツについてさらに細かく掘り下げていきます。では2つ目、寛骨脱退のコツ、ここから寛骨脱退の具体的な方法について解説していきます。まず1つ目、元となる作品をざっくり要約。寛骨脱退をするにあたってですね、まずは元になる作品をざっくりと要約してみてください。先ほど例で出した桃太郎のように1行でまとまるのが理想です。ただいきなり1行で物語をまとめるのは難しいかもしれないですけれども、これにもコツがあります。それは 4W11 を元にまとめるというやり方です。では 4W11、 これが何を指すかと言いますと、いつ、どこで、誰が、何を、どうしたという5つの疑問形を指しています。この5つの答えとなるような形で要約すると分かりやすくまとめることができます。次にこの要約した文の 4W11 から具体的な名称を抜き取っていきます。桃太郎の例で言うと、桃太郎を主人公に変えて鬼ヶ島を悪の本拠地とするような具合です。こうして出来上がった抽象度の高い文というのが物語の骨格にあたります。逆に言えば、ここで抜き取られた具体的な名詞というのが物語の肉の部分に当たるわけです。では次、ちょっと文字が小さくなって申し訳ないんですけれども、3つ目、 4W11 に別の名詞を入れていく。続いてですね、この肉の部分に注目していきます。骨格部分はそのままに、新たな肉付けとして 4W11 に全く別の名詞を入れて変えていきます。引き続き1の桃太郎の例を使って解説していきます。例えばいつの部分は昔になりますが、ここを変えて架空の暦、新暦1405年というものにします。でどこでの部分を日本から中世ヨーロッパ風異世界へ、またボスの待つ舞台を鬼ヶ島から魔王の城というふうに置き換えていきます。そして誰がの部分で、桃太郎と犬、キジ、猿は、これは勇者と戦士、魔法使い、僧侶となりまして、何をの部分で桃太郎の鬼の部分を魔王に変えていきます。でどうしたの部分にあたる退治しに行ったというのは、これは変えずにそのままとしていきます。こうして昔桃太郎は仲間の犬、キジ、猿を引き連れて鬼ヶ島へ鬼を退治しに行ったという物語の話は、
新暦1405年、勇者は仲間の戦士、魔法使い、僧侶を引き連れて魔王の城へ魔王を退治しに行ったという骨格は同じでも全く異なる物語というのができました。では4つ目、3でできた文を元にストーリーを広げていく。ここまでできたらあとは3のパートで完成した文を元にストーリーをさらに細かいところまで広げていきます。この部分についてはプロットの領域になってくるので、過去のプロットの作り方について解説した動画やノート、そちらありますので、これを参考にしてみてください。ということで最後まとめになります。今回は寛骨脱退というストーリーラインの作り方というものを紹介していきました。これは古くから使われ、現在でも有効な技法として伝わっているやり方です。それでもこのような方法を実践しようとすると、それってパクリなんじゃないかと考えてためらってしまう人がいたり、特に創作に触れたことのない人からは直接同じような指摘が来るっていうことも稀にあります。しかしそういう考え方や意見は気にしなくて OK です。そもそも今の時代では誰でもですね、気軽に小説や漫画を書いてウェブ上で公開できるようになっている時代です。毎日膨大な作品が生まれている中で、もはや完全なオリジナルっていうものは存在しないです。また自分も含めて現在の作り手っていうのは全て何かしらの作品に影響を受けているので、作り出すことも当然、まあオリジナリティ、完全なオリジナリティのあるものっていうのは不可能になってきます。だから物語を作るなら、それは既存の作品を組み合わせて、その中から生まれた化学反応でオリジナリティというものを生み出すしかないです。そのための創作術として、この寛骨脱退というやり方、これは非常に役立つツールになってきます。寛骨脱退っていうこのツールですね、使いこなしてぜひ自分だけのオリジナリティっていうものを見つけ出してください。ということで今日のお話は以上になりますが、最後に宣伝をさせてください。小説サークル世界分岐観測所で私活動しております。で、小説家になろうでサークルのページがございます。小説を無料でそちら掲載してますので、どうぞご覧になってみてください。ノートも個人的に解説しています。こちらすべて概要欄に URL 載せていますので、そちらからリンクで飛べるようになっています。で、最後になりますが、当チャンネルの登録、いいねもぜひよろしくお願いします。ということで今日のお話は以上です。どうもありがとうございました。